いやあ、刹那圭介だよ。今回は重要参考人に話を聞きに行きます。いいか、 FE な。321の5で突入するぞ。うん、わかった。行くぞ。3、2、1、5。まあ意外と、あ、お前はみたいな感じもならんだよな。キース、話を聞きに向けました。わー、おっと失礼。もう暗くなってきたので眠気の方が。少しお話をしたいのですが、今大丈夫でしょうか？ああ、はい、少し頭が回らないかもしれませんが、探偵さんの頼みですから。探偵だと思い込んでるね。探偵じゃないのにね。あのさ、レオのこと探偵だっていうことをさ、誰が思った？そんなん最初からわかるでしょ。こんなんが探偵なわけないじゃんって話ですよ。探偵？レオは先、ブッ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 。ほっぺ叩かれた。よかった。それではお昼に教えていただいたことをもう一度確認させてください。それと悲鳴が聞こえてから外出をされたかも教えていただければ。ええ、昨晩は本を読んでいて、いつの間にか寝てしまって言ったな。この人、悲鳴が聞こえてからは考えてる。言い訳考えてる。人の悲鳴が聞こえて飛び起きました。そして家の鍵を閉めましたね。酔ったな、こんなこと。外に今一度も出てません。狼が家に入ってきたら危ないので。ああ、めっちゃ嘘ついてる。4つも出てきた。4匹出てきよった。嘘を吐かれましたね。絶対いつぞや言ったけどさ、 FE ナがおったらもうそんなん通じんようになるよみたいな言ったけどさ、案の定だったね。 FE ナすごいな。説明はこの処理の後にしてもらいますよ。うん、嘘の匂いはするけど私わかんない。困ったらメモを見て自分が聞いたことを思い出せ。レオは答えわかってるのになんでいつも教えてくれないの？そうしないとお前はいつまでたってもバカのまんまだぞ。ストレートのバカのまんまって言ってた。わかった、頑張る。この中から嘘を判別しろって、そういうゲームか。わかったわかった、頑張りますわ。狼は危ない。危ないわ、そりゃ危ない。狼は危ないよ。素手で戦ったら勝てる相手じゃないわ。拳銃が欲しいな。家の鍵を閉めた。それ嘘や。出て行ったって言おったもん。エフィーナってのはレイジェルに聞いたら話、エフィーナがレイジェルに聞いたら話がだったら、出て行ったって言うたっけん、お前は嘘じゃ。オッケー。うへえ、まずい、これは本当。鍵は閉めた。あ、そうかそうか、外に出たけど外に出るときに鍵を閉めたみたいな。やられたやられた、そういうことか。確かに外で出歩くなら鍵閉めていくわな。入られたら困るもん。一度も出てない、これが嘘や。これが嘘や、今度こそ嘘や、これは嘘や。いつも出てないことはない。おい、 HP こいつだけ HP 大きいぞ。耐久度が高いぞ。防御力高いぞ。ダメだ、あんま食らってない。よし、倒した。トリプルナイフ。すごいもん持っとんでね、これ。この嘘すごいもん持っとるぞ。これはなんか殺人鬼的な嘘やな、これ。この嘘の継ぎ方、殺人鬼のものってことかな、もしかして。装備。あれ？あれ？トリプルナイフは？え、装備品じゃないんこれ。あ、あれ？ああ、技の名前もしかしてトリプルナイフって。自分のナイフの突き刺す技にトリプルナイフとかつけとんか、もしかして。ちょっと痛いよ、名前通り痛いよ。いつの間にか寝ていた。これも嘘っぽいわ。倒させてもらおう。あ、ほんとな、いつの間にか寝とったお前、ほんとに。おい、これ以上なんか話さんのか。え、こっちが嘘？狼は実は危なくないみたいな、そんなオチなん？オチなんかな、なんかオチっぽい気がする。こいつ耐久度高いもん。あ、でもレオがいつか HP 結構減ってる。狼危なないんかよ。狼危なないんじゃないか。狼おらんの、この辺。
オオカミ自体が危なくないことはないだろう。それともお前、オオカミと素手で渡り合えるんか、お前。オオカミ危ないっていう嘘なん。昨晩、キースさんに外出する姿をあなたの妹さんが見てます。あなたの妹さん、おとなしい性格で喋らないと言いましたよ。彼女がこの子に話してくれましたよ。なるほど。それに妹さんに喋らないようにも外に出ないようにも言ったのはキースさんらしいですが、しかも外の町の周辺には動物の姿は全く確認できませんでした。狼おらんってことで、まあ、完全に騙されたわ俺。もうおること前提で話進めよったわ。狼なんてのいないんですよね。これはなぜでしょうか。いや別におらんならおらんでいいと思うけどな。危ないからですよ、外は。特によその人がいるときはね。狼がいるから入ってダメとか言うてさ、入ったら危ないところに行かせんようにする嘘やな。よくあるやつじゃ。それのパターンだよな。なるほど。実際に見てるでしょ、人が襲われた姿を。あんな姿を彼女には見せられないし、教えることもしたくないですから。まあそうやな。それでは、ヴァンパイア伝説について、こちらも知らないとおっしゃいましたが、図書館にあったヴァンパイアのことが記された本、日記でしょうか。あれ日記なんか、写真が挟まっとうけん。あ、日記だって確かに話しておるんか。そちらに記されていた名前は、ジェール・リッグファイヤー。キースじゃない。あ、ジェールってことは父親の方か。つまりは、あなたの血縁者では。そして、こちらの写真にはそのジェイルさんに加えてキースさんと妹さんの名前も裏に記されています。あ、どんどん追い詰めておるよ。うわぁ、レオ本当に一番本当に探偵みたいなことしよう。これ偽探偵トラップみたいな感じです。こちらも妹さんには昔の記憶は残っていない、記録は残っていないと伝えていたそうですね。ええ、それは確かに僕の父の名前ですよ。じゃあヴァンパイア伝説は本物ですよ。確かに僕はヴァンパイアの一族の末裔です。それでん開き直りおった。それよりあなたたちはこの町から早く出なくてもいいのですか。は、それはどういう。今夜は夜が深いですからね。え、エフィ、え、どうなった。ああ、一万かばった、かばって頭から血出とる。頭から噛みつかれたんか。ヴァンパイアの末裔って言ったけど、まさかな。レオ、これは帽子屋と同じ。あいつは外に出ていくのを見たよ。すごい速さだった。ヴァンパイアじゃん。末裔とか言うてる。もう純血レベルのヴァンパイアちゃうんかこれ。捕まえられなかった。いや、いい、早く追いかけんとな。ケーキの方は大丈夫だろうが、羽屋の方が少し危ないかもな。あの緑の女の子と猫。妹さん、姉のやばいところ見てしまって閉じこもってしまったやん妹さん。は？鍵が壊されて。え？出れんの？随分頑丈だな。なんだろう、慣れてる感じだね。ちょっと貸せ。え、それ私の服の襟。お前が見えにくいからな。前が見えにくいからな。ああ、服ベトベト。ははめっちゃ血が飛び散ったやな。もう拭いたんじゃ。襟の部分で拭いてしまった。何してんの父親。娘の服で次の町に行ったら新しいの買ってやるよ。いいよ。軽い。え、フィーナちゃん、それでいいんかお前。自分の服一つ台無しにされたんぞ。ケーキの隊長さんたちが羽屋と合流できていれば一番安心できるが、他に出口があるかな。とりあえずこのドアの向こう行ってみんからには。あ、絶対あれ怪しいやろ。この倒れ方怪しいんじゃん、これ。斜めに少しずれている。怪しいんじゃん。え、そうでもない？
これ横に動かすとかじゃない、ベッドの下じゃない、ない、ない、秘密の暗号が本に書かれているわけじゃない、中からどこでもドアがあるわけじゃない。あ、これ出れんの、出れん出れん、飾り物、どっか鍵あってここの鍵だってみたいなことないん、なんだこれ、どうやって出るんじゃ、どうやって出るんじゃ、どうすればいい、これ鍵っぽいけど鍵なん、鍵だったよ、鍵だった、鍵だった、え、鍵やん、え、これそこは鍵とかそういうんじゃない、え、鍵取ろうぜ、どこの鍵かは知らんけど取ろうぜ、どうすればいい、食器ピカピカだと思った、あーやばい、何が何だかわからん、ラーレイチェルレイチェル、レイチェル、キッチン、キッチンこんなあったんじゃ、ケース、ケース、キース、キースの部屋、キースの部屋めっちゃ力かってるよ、もうそれだ考えたらもうキースめちゃくちゃ片付けない下手なんやな、最初の親の家のところやって片付けたると言いながら引き出しの中めちゃくちゃぐちゃぐちゃだったもんな、それはいいんじゃ、それはいいけど、この斜め少しずれとんか絶対怪しいと思った俺は何だ、処理が挟んである、お、いつも何を読んで、なんで読み始めたん、ヴァンパイア殺す方法、そんなんあるん、心臓に何を打ち込んだ、なんて読むこれ、なんか棒系の武器をな、これ首を切り落としたりか、グロ、そんなヴァンパイアじゃなくても死ぬだろ、そんなヴァンパイアじゃなくても死ぬわ、そんな、それ確かキースさんが読んでいたやつだよ、キース何読んでんの、キース自分の弱点読んでる、どういうことだ、あいつの部屋にも何か、ここ、あ、他の本にも何か書いてある的な感じ、あ、上の本か、これか、これもヴァンパイアについての本だな、自分の図鑑見てる、自分に関係する図鑑読んでるよ、ヴァンパイアは 日の光に弱い、これは本当なのか、かなりのダメージを食らうようだ、だから散歩は夜だけってレイチェルに言ったんだな、でもあいつと初めて会った時は張り取ったわ、かなりの嘘の吐きのようだな、俺の予想が正しければ、ん？どうした、アイチマン、ちょっと俺にも教えてくれへん、エフィーナでも教えてもいいけん、俺にも教えてくれへん、あいつの妹レイチェルは大丈夫なのか、あ、そうか、もしかしてあれじゃない、ヴァンパイアってか言いながらもヴァンパイアの殺し方調べようってことはさ、ヴァンパイアを根絶しようとしとんたん、ヴァンパイアのふりしてあのレイチェルに近づいて、その上でレイチェル殺そうとしとる、もしかしてヴァンパイアの殺し方ってあるけん、もしかしてヴァンパイア殺すってことはそういうことじゃない、レイチェル本当のヴァンパイアだろ、夜の時に歩かせようってことは、ね、よその人がいる時は部屋から出ちゃいけないってずっと出ないって言ってたよ、話が聞ければいいんだかな、レイチェル、開けて開けて、あ、ダメだよそんなんじゃ、レイチェルちゃんが怖がっちゃう、何やったんだ一番今の音何なんだ、拳銃出した、レイチェルちゃん、おちょっとお話ししようよ、ダメだな、寝てるのか、いや多分ちょっと自分の兄が非行な行いをしたけん、まずい行いをしたけん、ちょっとそれを見てガクッとなっとんだな、落ち込んどる、あまり時間がないかもしれない、え、なんでこんなに嘘が出てきたん、嘘が溢れてきてるな、抱えきれなくなってる、え、嘘が溢れる、完全に嘘に取りつかれたら面倒なことになるぞ、溢れてる、
それなら減らさなきゃ、食べなきゃ。食べるぞ。レバあ、本当か嘘の嘘かの前にさ、単語やでそれ。本当のも嘘もあるか嘘。おらボケ、おらボケ、おらボケ。倒せ倒せ倒した。嘘か方がトリプルファイヤー。ははフィーナの方までトリプルってつけ始めた。バク。さて残りの2匹は実家に回したろ。クライマックスな気がする。そろそろ最終回が来るかもしれない。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。ふぅ、やっとレコード。